ヤギシゲカズ1月15日から1980年6月9日は日本の教育者、植物研究家である。教員として愛媛県市範学校に長年勤務し、多くの優秀な理科教員を養成するとともに、愛媛県理科教育研究会の会長として愛媛県の理科教育に貢献した。また、教員として勤務する傍ら、牧野富太郎に指示して、 地元の植物研究に打ち込み、オキチモズクや椿バキカンザクラなどを発見したことでも知られている。1893年1月15日、愛媛県野間郡並方村樋口に生まれた。農家の父、鶴吉と母、春の間の11人兄弟の10人目であった。1908年に並方神情高等小学校高等科を卒業すると、 オチグン岩木村の岩木神城高等小学校に代用教員として勤務しながら愛媛県師範学校を目指し1910年に同校に合格入学した愛媛県師範学校では植物を中心に動物、鉱物なども学び1914年に卒業上受けな軍伝私村の伝渡る小学校の教員となった その後、熊人城高等小学校に移り、1919年には27歳で、柳田に第二高等神城小学校の校長となった。さらに、愛媛県市範学校の大洋附属小学校となっていた、淀神城高等小学校の教員を経て、1922年に母校愛媛県市範学校の博物科教諭として迎えられ、1941年まで、 約20年勤めた。その後は、旧西愛媛県立松山中学校を経て、第二次世界大戦後の1947年には、新設の新生温泉郡淀村、淀中学校の校長に就任。さらに、旧西松山高等学校などを経て、愛媛県立保育専門学校85歳で退職するまで70年にわたって愛媛県の学校教育に携わった。 ヤギは、教員としての勤務の傍ら、愛媛県内はもとより、日本全国、さらに台湾にも出向いて、動植物の研究を続けた。自ら動植物や、鉱物の最終回を開催したり、実験講習会に招かれて、理科教員を指導することも多かった。1930年には、東京帝国大学理学部講師で、理学博士の牧野富太郎を招いて、 植物採集会を開催している。1950年の昭和天皇の来愛時には、五五島での動物採集の案内役を任された。以降、昭和天皇をはじめ皇族の来愛時にはたびたび、説明役を務めている。1956年以降、ヤギは博物館の必要性を訴え、実現のために尽力した。1959年に、 愛媛県立図書館附属博物館が設立され、1961年には、愛媛県立博物館として独立。1975年に新築された建物に移転、開館したが、これに向けて1966年に、愛媛県知事、久松貞武から開館に向けた、計画立案と準備を一任された。旧正知事からは、館長就任も打診されたが、 これは高齢を理由に辞退している。また、教え子や、在野の同行者などに呼びかけて、小中学生や県民が自然に親しみ自然を愛する、心を寛容するための自然科学教室を1959年から開催している。緑化や自然保護にも務め、愛媛県五国神社の五霊を慰めるための、郷土植物園造営にあたっては、植物の剪定から最終、 植え付けまで中心となって担った。道園は現在、万葉植物園となっている。1975年3月には、伊予椿道公会を設立し、会長となっている。また、30年以上にわたって文化財保護にも携わり、愛媛県文化財保護委員長も務めた。1980年6月9日、松山赤十字病院で死去。 87歳だった。椿神桜美容生寺ヤギは愛媛県市範学校の教諭を約20年にわたって務め多くの教員を育てた。特に理科教育において優秀な教員を養成するとともに愛媛県理科教育研究会長として愛媛県の理科教育に大きく貢献した。研究者としては植物分類学に関して多くの研究成果を発表し、 愛媛県における植物分類学の基礎を築いたと評価されている。海藻学の分野では日本国外にまでその名が知られている。特に沖地もずくの発見者として有名であり、発見地である愛媛県東恩市の吉泉周辺は沖地もずく発生地として国の天然記念物に指定されている。ヤギはそれ以外にも多くの海藻類の新種や 椿カンザクラミオみょといった桜の品種を発見している。主な著書に、伊予の海藻目録、愛媛県植物誌愛媛県動物誌伊予の椿図譜、いよの桜図譜、伊予の花子読み、伊予の万葉植物などがある。愛媛県の生物学の権威として30年以上に、わたって文化財保護にも携わり、愛媛県文化財保護委員長も務めた。愛媛県内で、 国や県の指定を受けている天然記念物のほとんどはヤギが調査を行って指定に努めたものである。こうした功績が評価されて1960年に文部省文化財保護委員会賞を受賞している。また愛媛県における植物研究と理科教育に対する長年の貢献に対して1952年10月には愛媛県教育文化賞を 1974年には、愛媛県厚労賞を受賞している。ヤギは、小学校の頃から剣道を始め、1913年には、愛媛県師範学校の代表の一人として、全国大会に出場した。7人の団体戦に対象として出場したヤギは、6連勝した相手の先方を倒すとそのまま7、連勝して逆転、愛媛県師範学校に勝利をもたらした。 愛媛県師範学校卒業後に赴任した、田渡る小学校の時から、八木の熱心な授業は、評判となり、上池名軍の中心的な小学校であった、熊人城高等小学校、柳谷第二高等人情小学校校長、愛媛県師範学校大洋附属小学校の、淀ド人城高等小学校、さらに母校愛媛県師範学校の博物科教諭へと、迎えられた。 高等師範学校を出ていないヤギには師範学校の教諭となる資格がなかったが、これまでの各校での実績を認めた山地はじめ友校長の立っての希望であった。そのため、愛媛県師範学校に勤めながら猛勉強して、南関の文部省師範学校、中学校高等女学校教員検定試験を受験し、愛媛県師範学校の教諭となった1922年の うちに植物に合格。1925年には動物の免許も取得している。愛媛県における植物学の第一人者と認められていた八木の自宅には多くの訪問者があった。植物学の牧野富太郎、中井武之信、本田正嗣、海藻学の岡村金太郎、山田幸男などの巧妙な学者も、来愛の際には必ずと言っていいほど、 ヤギ家を訪れている。教え子には、人間は一生勉強を続けなければならない。勉強をやめれば、その人は死んだと同じようなものだ。と常々語っていた。その言葉通り、ヤギが亡くなった病院のベッドの布団の下には、きちんと整理された多くの植物の標本があったという。ありがとうございます。